コロちゃんゲストのみこち、こんばんは。こんばんは。みこちはスイちゃんとのコンビで、テーテーと言われますが、はい、これくらいで言われるんだと思うってことはありますか？どういう意味だろう？そうだね。コロちゃんの、界隈というか、うん、ちょっと、テーテー、テーテーって、あんまり聞かないですか？聞きます。なんか言ってる人はいるけど、うん、そんなには、言ってないかな。そう、なんか、うん、結構 VTuber って結構過剰にファンのみんながトゥエトゥエって結構言ってくれる怖い人ですよ。で、なんか例えば、うん、急上昇っていう YouTube にあるじゃないですか、うんうん、で、スイちゃんが歌ってみたの、うん、動画を出してて、うん、で、急上昇になんと乗ってたんですよ、うんうん、で、ミコもスイちゃんの、うん、後ろぐらいに、ミコが並んでて、うん、配信のそのアーカイブだったんですけど、ミコメントがこう二つで急上昇にドンドンって乗ってて、うん、それを見て、リスナーさんが、ミコメントテーテーよよつって。その字が並んでるだけでもいいんだもん。もう最近そのぐらいの域に達してますね、ミコメントは。そうなんだ。はい。逆にそのあれなんじゃない？供給がなさすぎてみんなが。いや、でも、うん、供給が少ない方が、うん、てってって言われる率が上がる気がしている、最近。あんまり甘やかさない方がいいんだ。いや、でも、ミコメットのスタンスとしては、うん、もう本当に、うん、てってってなりすぎると、うん、ねみんながもう爆発しちゃうから、うん、我々は、いやいや、てってじゃないよ。ビジネスだからね。みんな現実見て、現実、みたいな感じの、釘を刺す感じでビジネスですけどね、って言ってるんです。みんなを救うためのそうなんですよ。みんながもういろんな世界に飛んでかないように、うん、我々は、いや、ビジネスなんですけどね、って。続いてです。ラジオネーム。はい、